UEFA チャンピオンズリーグ2011から12は57回目のヨーロッパクラブ王者を決める大会である。UEFA チャンピオンズリーグとしては20回目であり、新しい大会方式では第3回目。決勝戦はバイエルミュンヘンと1860ミュンヘンの本拠地で、あるドイツミュンヘンのフースバルアレーナミュンヘンで開催された。チェルシーが初優勝を果たし、 2012UEFA スーパーカップおよび FIFA クラブワールドカップ2012への出場権を獲得した。別記がない限り UEFA 本部があるスイスのニオンで行われる。1回戦、2回戦の組み合わせ抽選会は2011年6月20日にスイスニオンで行われた。第1戦は2011年6月28日に 第2戦は2011年7月5.6日に実施された。第1戦は2011年7月12.13日に。第2戦は2011年7月19.20日に実施された。抽選会は2011年7月15日に行われた。第1戦は2011年7月26.27日に。 第2戦は2011年8月2.3日に実施された。抽選会は2011年8月5日に行われた。第1戦は2011年8月16.17日に、また第2戦は2011年8月23.24日に実施された。なお敗者は UEFA ヨーロッパリーグ2011から12のグループステージに回る。 組み合わせ抽選会は2011年8月25日にモナコのグリマルディフォーラムで行われた。本選出場の32チームが4チームずつ8グループに振り分けられ、各グループでホームアウェイ方式の総当たり戦が行われる。各グループ上位2チームは決勝トーナメント1回戦に進出。3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に 出場し、そのうちの上位4チームはヨーロッパリーグの各グループ首位の12クラブとともにシードされる。組み合わせ抽選会は2011年12月16日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2012年2月14.1521.22日。第2戦は2012年3月6.713.14日に開催された。 組み合わせ抽選会は2012年3月16日にスイスニヨンで行われた。第1戦は2012年3月27.28日、第2戦は2012年4月3.4日に開催された。第1戦は2012年4月17.18日、第2戦は2012年4月24.25日に開催された。 決勝は2012年5月19日に、ミュンヘンのフースバルアレーのミュンヘンで行われた。チーム 1V、チーム2、チミソアラシビストリゼニュー AU、プリミットライセンタシスントレトラグレイデート、アンラインスポート、ロー、2011年5月31日閲覧。フェナーバス・ウィズドロン・フロム、ヨーロッパビコーズ・オブ・マッチ、フィクス・プローブ、BBC、 2011年8月24日、閲覧。フェナーボズイズアウトフロム、UEFA チャンピオンズリーグフォーディスシーズン。ターキッシュフットボールフェデレーション、2011年8月24日、閲覧。フェナーボズリプラストイン UEFA チャンピオンズリーグ。UEFA.com h t t p w w w u e f a c o m u e f a f o o t b a l f i r s t m a t c h o r g a n i s a t i o n d s p r i n a r i n e w n e w s i d 1 6 6 6 8 2 3 h t m l 2 0 1 1年8月24日 閲覧 !2011-12UEFA チャンピオンズリーグアクセスリストハットドロースローズアップダイナモルビンリーマッチありがとうございます。